白い奏でカーネーションが好きなの？ああ、よく家に飾ってたの。そっか、ごめん。ううん、気にしないで。でも、やっぱ花はいいよね。あ、花畑とか行ってみたいな。花畑…そういえば昔…え、花畑…うん、確か…へえ、確かに意外…楽しかったな。ねえ、奏。え？この辺りにあるんでしょ？でも、外は雨…大丈夫、大丈夫。今日はお…ありが…じゃあ、まずは宮益…うん、行ってみよう。うん、もしかして…ごめん、雨の中つき…僕は全然大丈夫だよ。だから、もうちょっと…うん、本当にもういいよ、奏で…そっか、でも、またいつ…いつかって…僕はその頃まで…瑞希…あ、ううん、なんでもないよ。この後か…うん。にしても、この雨が…何かあったら、また遊びに行こう。そうだね。でも、今日…本当？よかった。実は、今日…お父さんの？うん。お父さん、倒れてから、その顔が…そんなお父さんの笑顔を…奏で…その時、思ったの。それができないなら…だけど、だから…ううん。奏は、きっとお父さん、そんなのもうやめなよって、きっと奏は、なら、せめて。ねえ。ん？奏は、まだだ、少なくとも、昔、え？僕ね、結構、で、中学、でも、この曲作ってる人も、だから、瑞希。あ、雨よ。うん、周りの人も。やったー、雨。そういえばこの近くに瑞希の行ってみたいな。秘密って言いたいところ。この近くにある噴水広場なんだ。あ、ほらもう見え。あそこ、あの花壇。